自然農法有機栽培で誰が一番すごいかっていう議論がね起きて、よく喧嘩にな発展するんだけども、例えば岡田茂吉がすごいと世界旧説教とか、MOA の人からすると岡田茂吉が一番すごいんだと、で木村別の組織っていうか派閥からすると木村清さんがすごいんだとか、福岡正信さんがすごいんだとか、ね、川口義勝さんだって、それで喧嘩する人がいっぱいいるんだけども、この喧嘩ってすごい意味がなくてさ、俺も聞いててもバカだなって正直思うんだよね。なんでそう思うかっていうと、有機農業、自然農法、自然栽培、自然のなんだいろいろあるけれども、その中で共通してるのは自然ってすごいねっていう話なのよね。であとは共通することがいっぱいあるのね。俺から言わせれば地球のホメオスタシスっていうもので共通行動を作ることができるんだけども、で次は岡田茂吉であっても木村明則であっても川口義和であっても福岡正信であっても、共通するのは自然ってすごいねと、人間って考え足らなかったなっていうところにあると思うんだよね。そういう根本的なね、人類の人間の反省から自然を見直そうっていう話だと思うのよ。自然が一番すごいと。なのに自然がね一番すごくて自然に学べばいいのに、それなのに岡田茂吉がすごいんだと、木村明則がすごいんだと、この辺りで一番に青森ではね喧嘩するんだけども、こういう議論が起きるんだけど、議論っていうか喧嘩だよね。本当にバカだなと。で自然が一番すごいんだと、自然を見て自然に学べばいいのよ。木村明則を崇め奉っても、岡田茂吉を、なんだ神様として崇めても何も変わらないのね。畑を見て、畑の中の働き、大気を見て、地球を考えて、植物を見て考えて、自然を考えて、自然を主として考えないと、自然農法、有機農業、自然栽培というのはうまくいかないはずなんだよね。で当然、岡田茂吉にしろ、木村明則にしろ、彼らは自然っていうものを、再評価して素晴らしいもんだなと、そこから、それを見習って見直して自然と向き合ってたどり着いたのが彼らの業績であって、それなのに彼らをすごい、あっちがすごい、こっちはすごくないとかは本当にずれてるなと。いいからね、その岡田茂吉、木村明則の考えを学ぶはいいのよ。学んだらあとは自然を見て自然を考えて、そして自分の栽培に生かしていくと、そういう姿勢が大事だと思うのね。なのに、なぜか今の世代のそういう農家たち、また信者たち、ファンの人たちは誰、自分が好きな、あれが好きな栽培者、カリスマが素晴らしいんだと、そういうことをばっかり言うんだよね。いいから、もうあなたたち十分彼らから学んだでしょうと。学んだであれば、あとは自然と向き合って、その中で考えて、あの時木村さんが言ったのはこういうことか、あ岡田茂吉が言ったことはこういうことかと、それを考えて積み重ねていく作業に移りなさいよと俺は思うんだよね。そういうに喧嘩する人たちに対して、俺はもう全員学んだからさ、有名どころはね。だからもうはっきり言って、もうあまり彼らの言葉で知らんことはないから、それを自分の言葉に、科学の言葉に落とし込めていって、で俺はホメオスタシス、地球が持つホメオスタシス、恒常性、これこそが自然農法の肝であり、キーであり、重要なところだってことに俺は結論づいたのね。いつまでも岡田茂吉さんとか木村明則さんのケツを追っかけてたら、これにはたどり着かなかった。科学者、農学者にのところに行って勉強して教えてもらって、で自分で考えて畑やって一生懸命やって、そこにたどり着いたのね。だからいつまでも自分が好むカリスマ、そのケツを追っかけてるうちではたどり着けないんで、いい加減ね、それも誰がすごいんじゃなくて、みんなすごいのよ。その自然が素晴らしいっていうことを気づいた彼らは素晴らしいのよ。であなたもそれ気づける段階に来てるはずなのよね。だからいい加減そのカリスマたちから目を離して、自然というものに目を向けてほしいなって、そういう人たちに対してね、喧嘩する人たちに対して。当然ね、俺もそうだし皆さんもそうだしそして自然と向き合ってたどり着けるのが自然農法、有機農法、自然栽培って、結局同じものだからね。そういうところだ。なんで、もう
そういう喧嘩する人だったり、あれを批判する人、宗教だとか言ったりするのはもういいから、自然を見て、ね、自然から学びましょうと。もう誰がすごいじゃなくて、みんなすごいの。そして一番すごいのはそのカリスマたちではなくて、自然が一番すごいんだと。そこの頭のスイッチを切り替えてほしいなと。まあ当然 俺ね、まだ若いから、そのグループの中では喋れないけど、50、60、70の人たちにね、もしくはもう世界旧石油とか MOA の偉い人たちとかさ、いっぱいいるんだけども、喧嘩したくないから、めんどくさいから喋んないんだけども、もういい加減ね、頭を切り替えてほしいなと、ね、カリスマがすごいんじゃないと、自然がすごいんだと。その自然を見て、自然を学んで、そのなんだろうね、一助となる、助けとなるものとして、彼らカリスマの考え方、カリスマの考え方と科学を利用して理解して、自然農法を実現させていければ一番いいんじゃないかなと思います。いつまでもね、人間レベルで喧嘩してれば本当の自然農法っていうものにはたどり着けないと思うんでね、そこをどうにか考えてやってほしいなと俺は思っています。